鉄英団は、1927年から第二次世界大戦の初期にかけて、ルーマニアで起こった極右の反ユダヤ主義民族運動、及び、それを推進した政党。1940年から1941年まで、政権を獲得した。本来鉄守る団は1930年3月に、結成した党の、準軍事組織を指すが、後に、 鉄英団という名はしばしば当然体を指して用いられる。鉄英団の紋章。三つの十字が牢獄の檻のような形状を成しているコドレアヌ王党派とさえ激しく対立し暗殺事件も引き起こした。あまりにも非道な方法で勢力の拡大をしたためにルーマニアでは正常が乱され国民からも恐れられた。元々は1927年7月24日。 コルネリウ・コドレアヌによって、大天使、ミカエル軍団として創設され、彼が1938年に死ぬまで続いた。この運動の参加者は、レジオナーでの名で、運動団体は、レジオンや、レジオン活動の名で広く知られている。なお、団体名は、途中の禁止されたものも含めて、たびたび変更されている。1930年3月、コドレアヌは、 レジオンの民兵政治集団として鉄守団を結成した。この名はしばしばレジオンそのものを表す名として用いられる。その後、1935年6月にレジオンは正式名称をトトルペントルータラ等に変更した。これは文字通りにはすべては国のためにの意味であるが、記録はすべては父なる地のために、場合によってはすべては 母なる血のためにと訳されている。メンバーは緑の制服を着用したことから、キャマサイル・バーツィの名で知られ、互いにローマ式敬礼を用いていた。鉄英団が主に用いた紋章は十字を三つ重ねたもので、三つ分離したものと雷分一つを組み合わせた編集もある。クルーシャ・アーハング・ヘルール・ミハイルの名で呼ばれることもあった。この紋章は、牢獄の鉄条を意味しており、 巡死者の楽印としての意味合いを持っていた。コルネリウ・コドレアヌは国家キリスト教防衛協会というルーマニア政党においてナンバー2の地位にあったが1927年に離党した。そして彼は大天使ミカエル軍団を創設した。この軍団はルーマニア正教会を奉じていた。明確に宗教職を持つ点では 当時の他のヨーロッパ諸国のファシズム運動とは対照的であった。イオントによると、この軍団はキリスト政教の固い考え方を政治協議に積極的に取り込んでいて、近代ヨーロッパでは稀な宗教的イデオロギー構造を持つ政治運動となった。また、この軍団は農民や学生層に多くの支持者を抱えており、この点でも退役軍人を 主な支持層とする他のファシズム運動とは異なっていた。とは言うものの、ファシズム特有の暴力傾向はこの軍団にもあって、政治的な暗殺もいった。コドレアネはカリスマ性を持つ指導者で、目を見張るような見せ場をうまく演出するなどプロパガンダが巧みだったことで知られる。軍団は、軍隊行進や宗教行事を誇示し、奇跡を演出したり、愛国的な賛美歌や、 軍の宿舎をうまく使ったりして、自分たちが、これまでの汚職と、利権絡みの宗教組織政党に代わる存在だと、誇示した。周辺地方の人々も、反共主義、反ユダヤ、反自由主義、反議員内閣制などの原理に共鳴して、奉仕活動や人愛精神の運動を広めることで、軍団を支援した。当時の聖職者を中心としたファシズム運動が、他国でもそうだったように、 鉄英団は、明確に、反ユダヤ主義の立場を取っていた。そして、ユダヤ教のラビによる、キリスト世界の侵略が、フリーメイソン、フロイト心理学、ホモセクシュアル、無心論、マルクス主義、ボルシェビキ思想、スペインの内戦など予想しなかった、変幻自在な形で社会を密かに侵食している、という考えを推し進めた。1933年12月10日、 ルーマニアの自由党員である総理大臣イオン・ルカは、鉄英団の決断禁止を決めた。その報復として、1933年12月29日、シナ谷駅のプラットフォームで、ルカは鉄英団員に暗殺された。1937年のルーマニア議会選挙において、軍団は、表全体の15.5%を獲得し、自由党と農民党に次ぐ、 第3位の政党となった。ルーマニア国王カロル2世は、軍団の政治目的に強く反対し、1938年2月10日に政府を解散して、国王の独裁体制を敷いた。これは、国王の愛人マグダルペスクが、ユダヤ人の父を持つローマカトリック教徒なので、彼女に依頼されたという説もあるが、単にそれだけではない。まだこの時期は、 軍団は概ね迫害を受ける方の立場で、カロル二世は政府から軍団を締め出すことに成功した。しかし、1940年には国王自身が位を余儀なくされることになる。コドレアネは1938年に逮捕されて投獄され、国家憲兵の護送の下、1938年11月29日から30日の夜に、 他の数名の団員と共に処刑された。噂によると、この夜に脱獄を企てたと言われる。一般的には脱獄の企てはなかったと信じられており、コドレアヌやその仲間が処刑された理由は、1938年11月24日に、軍団がアルマンド・カリネスクの関係者を殺害した事件への報復であり、国王が処刑を命じたとされる。 国王の独裁は長く続かず、1939年3月7日、カリネスクを首相とする新政府が組織された。同年9月21日、今度はコドレアヌが処刑されたことへの報復として、カリネスク首相が軍団に暗殺された。この後も血で血を洗う報復が続いた。第二次世界大戦が始まってから数ヶ月間、ルーマニアは公式には中立を保った。 カリネスク首相の暗殺後でさえ、カロル国王は中立を維持しようとした。ナチスドイツはまず、ポーランドを侵略したが、この時、ルーマニアは、ポーランドの逃亡政府の関係者に、避難先を提供した。フランスやイギリスが、ポーランドの保護を保障していたが、その約束は果たされなかった。1939年8月23日に、独ソ不可侵条約が締結され、 ルーマニアとソビエトとの間にあるベスサラビアをソビエトが領有しようとしていることが明らかになっていた。ルーマニアもフランスとイギリスから安全を保障されていたが、ポーランドと同様にこの約束は頼りにならなかった。やがてフランスは降伏し、イギリスはヨーロッパから退却したため、両国のルーマニアへの保障は完全に無意味になった。このような状況ではルーマニアは よく、そう頼るしかなかった。数軸国側との政治提携は、軍団の生き残りには明らかに有利に働いた。1940年7月4日に成立したイオン、ジグルトゥの政府には初めて軍団のメンバーが入閣した、ものの、それまでの抗争や弾圧によって主だったカリスマ的、指導者たちはすでに死亡していた。その生き残りの一人が極端な反ユダヤ主義者の堀や、島であり、 コドレアヌなき後にリーダーの肩書きを受け継いだ。コドレアヌの肖像の前でローマ式敬礼をするアントネスクとホリア島1940年9月4日、軍団はイオン・アントネスク将軍と連携を組んで政権を奪い、カロル二世を強制的に退位させて息子のミハイ一世に王位を継がせた。彼らはそれまで以上に数軸国側に味方する姿勢を明らかにした。マは 内閣の副首相となった。軍団は政権の座につくと得意技術を活かして利益提供によって懐柔したり、商業、金融部門から徹底的に強奪や強括をしたりしながら、それまで以上に厳しい反ユダヤの法律を多く制定するようになった。また、ユダヤ人の虐殺や政治的な暗殺などが堂々と行われるようになった。 以前の交換や役人がジラバ刑務所に送られ、裁判なしで処刑された人数が60人以上に上った。元総理大臣で歴史家のニコライ・ヨルガや、やはり元大臣で経済学者でもあったバージル・マドギアは逮捕もなくいきなり殺された。鉄英団はホロコーストに加担したという悪名で知られている。 ラウル・ヒルバーグが表したヨーロッパユダヤ人の絶滅にはドイツは何回かルーマニアに介入してルーマニア人の行動を引き止めたり緩めさせたりしたと記載されている。東ルーマニアにいたユダヤ人は集団的な殺戮によって断絶した。しかし、鉄鋭軍はやりすぎた。鉄鋭軍が先導してクーデターを起こしたが1941年1月24日。 ドイツ軍から支援を受けたアントネスクに鎮圧された。内戦の3日間、首都ブカレストの鉄屋軍は、何十人ものユダヤ人市民を、ブカレスト蓄殺場で殺害するなど、ひどいユダヤ人虐殺を扇動した。クーデター失敗の結果、軍団は公職から外され、政府の庇護も失った。ホリア島や他の軍団員はドイツに逃れたが、投獄された者もいた。島は、 ドイツ降伏後にスペインへ逃れ、1993年に死去した。共産主義のルーマニア人民共和国の時代になってから、ルーマニアの小規模なファシスト集団がガルダデフィターを名乗った。また、ルーマニアのファシズムとは関係ないが、1970年代前半のアルゼンチンでペロニスタとして知られるフアンペロン大統領支持者たちがグアルディアでジェロを名乗った。 2000年にルーマニアでノーアドレプタという極右団体が結成されたが、この団体は鉄英団の後継者だと名乗っている。この団体はコルネリウ・コドレアヌを崇拝するカルトで軍団の方針を受け継いでいる。1970年代以降、著名な宗教史家ミルチャイリアーでは1930年代に鉄英団を支持していたと批判を受けた。ありがとうございます。